今朝、札幌市北区の国道で軽トラックが歩道に突っ込み、自転車の女性をはねました。軽トラックの男性が意識不明の重体です。警察などによりますと、今日午前9時前、札幌市北区浅部町1丁目の国道231号線で、軽トラックが中央分離帯に接触し、弾みで反対側の歩道に突っ込み横転しました。その際、歩道を自転車で走行していた10代の女性をはねました。この事故で、軽トラックを運転していた60代とみられる男性が意識不明の重体。はねられた自転車の女性は意識があるものの両足にけがをしました。警察は軽トラックを運転していた男性が運転中に意識を失った可能性もあるとみて、事故の原因を調べています。